内大歓声の中、最も速い男を決めます。男子の 100m 自由形2連覇を狙ってロシアのポポフが入ってきました。世界記録48秒21、そして前回のバルセロナに続いての2連覇を狙っています。ソビエトのアレクサンドル・ポポフ、迎え撃つアメリカはゲイリー・ホール・ジュニアが5コースに登場します。親子2代のオリンピックスイマーでありますゲイリー・ホール・ジュニアがどういった戦いを挑むか、1コースからご紹介しましょう。オランダのフーゲンバン、今回のアトランタ 200m 自由形で4位に入りましたが、そのタイムはオランダ新記録でした。去年のヨーロッパ遠征あたりから力をつけてきました。2コースはプエルトリコのリカルド・ブスケツ、予選で49秒61という、これ国内の新記録マークしました。そうですね、エントリータイム51秒12だった選手が49秒61ですから、一気に来た感じですよね。3コース、ブラジルのグスタホ・ホルゲス、バルセロナ銀、ローマの世界選手権銅、2メーター3センチの大型スイマー、今大会200メートルで銀メダルを取りましたブラジルのスプリンターです。予選が49秒17、これも国内新記録ですよ。あ、そうですか。この男子の100メートル自由形決勝に残った選手はもう8人のうち5人までが国内新記録を出しました。4コース、世界記録保持者2連覇を狙いますソビエトのアレクサンドル・ポポフ、197センチ89キロ、今は国を離れてオーストラリアでずっとトレーニングを続けてきました。トレツキーコーチとの二人三脚が続いています。予選48秒74、ポポフに挑みます。アメリカのエースゲイリー・ホール・ジュニア、ローマの世界選手権で銀メダルでした。お父さんがかつてオリンピック3回のメダリストでしたが、3つのメダルは金メダルはありませんでした。父を上回ることができるか。かつてはフルサイドに抱かれてね、ジュニアは赤ん坊の頃ね、登場したことがあります。好調6コースはベネズエラのフランシスコ・サンチェス、予選49秒59、これ素晴らしいですね。そうですね、この選手もね、去年 の, あの冬の12月行われたあのショートコース選手権で 50m で優勝して以来ですね、自信をつけてきましたよね。7コースはウクライナのパブロ・ピーニキンです。バルセロナではリレーで銀メダルが2つありますが、その時はEUN という形で登場してきました。今回はウクライナ、予選49秒69。そして8コースですが、侮れません。スプリンターはブラジルのフェルナンド・シェレル、予選49秒79。前半が早かったんですが、そうですね、この選手はもうやっぱりあのスプリントありますね。 25m の種目だったら一番速いという選手ですからね。ですからブラジル2人ですが、前半型のシェレル、はい、ボルゲスの方は後半までまだ力が続きます。そうですね、世界記録48秒21、オリンピック記録48秒63、バットビヨンデュ、4コースのアレクサンドル・ポポフ、オリンピック2連覇なるかどうか。そして挑むアメリカのゲイリー・ホール、まあ、さらにはベネズエラのサンチェス、スタートにちょっとですね、はい、こう苦手意識のあるポポフの飛び出し、それからスタートの前ゲリーホールですね、はい、この2人に特に注目したいですね。最も速い男は誰か。スタートちょっと遅れた、ポポフのスタートはちょっと遅れましたが、浮かび上がるところはうまいですね。そうですね、あの浮かび上がってくるタイミングがうまくいきました。はい、並んでいます。 25m 通過しました。ポポフ、ゲイリー・ホール・ジュニア、ゲイリー・ホールが前半から積極的に行きます。ホールとしては前半リードしなくてはいけません。まもなく50のターンにかかりますが、50はどうでしょうか。50のターン、
先頭はアメリカ23秒43、23秒43、世界記録からちょっと遅れています。ゲイリー・ホール、ポポフ続いている。問題はこれから、ゲイリー・ホールにとってはこれから。ポポフはここからが強い。あと 25m の勝負、並んだ。ボルゲスも頑張っている、ボルゲス頑張っている。ポポフリードしたか、ポポフわずかにリードした。あと 10m、 さあこれからが勝負だ、これからが勝負だ。ポポフわずかにリードしている。ポポフリースト、タッチはどうだ。タッチはロシア勝ちました。48秒74でポポフの勝ち。かろうじて勝ちました。ポポフ、ゲイリー・ホールジュニアわずかに届かず、48秒81。3位はボルゲス、48秒74、49秒02ですね。はい、やっぱり見応えありますね。はい、今肩を叩いているのはボルゲス、ガッツポーズはポポフ。しかしポポフが勝ったレースの中では最も苦しいレースではなかったかと思いますが。そうですね、スタートから、もうスタートがゲリーホールが前、やっぱり前ですね、ちょっと出遅れましたポポフがですね。はい、で浮き上がりうまくいったんですけれども、少しやっぱり精神的に慌てたと思いますね。なるほど。したがってこの 50m の折り返しもゲリーホールの方がちょっと早い感じで、ゲリーホールは余裕を持って折り返していってます。なるほど。はい、でただやはりポポフはもう百戦錬磨といいますかね。はい、この 50m 折り返してからのやっぱりチャンスの伺い方、つかみ方うまいですね。そして最後の 5m のまとめ方、これでゲリーホールがやっぱり負けたという感じですね。はい、オリンピックの歴史で男子の 100m 自由形で大会の2連勝を飾った人はこれが3人目です。ポポフの優勝タイム48秒74、ゲイリー・ホール健闘しまして48秒81、ボルゲス49